水野美紀のシネマライフ。今日は運試しです。この風船銃でロシアンルーレット対決、うん、これを頭につけて、はい、交互に打って、うわ、先に割れた方が負け、はい、負けた方はさらにビリビリです。怖い上に痛いじゃないですか。ダブルできます。じゃあ行くよ、はい、うん、じゃあ福田くんから。え？おかしいでしょ、それずっこいじゃないですか。ずっこくも何もだって、こんな運しかないもん。もうやってみ。まあ、水野美紀のシネマライフやから僕やりますけど。水野美紀のシネマライフだから福田くんやって怖い、これ本当に怖い。いきますよ。怖いよねこれ。すごいゲームだね。うわ、怖っ。すごい迫力、これ自分で引かなきゃいけないのか。はい、回りました。え、いきまーす。うわ怖っ。せーの。あー怖い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 。いきますよ、せーの。おお、ちょっとこれシネマライフ史上一番の緊張感じゃないですか。割れろちょっと怖い。いきますよ、はい、せーの。あー、折り返しましたよ、全部で6発だから。あ、じゃあもう3発いきましたから、後半戦。後半戦、あ、もう来そう、この辺で来そうじゃない。4って数字ですから。4だから。あ、割れろ。4。あー、いきます、せーの。ビリビリをお願いします。本当にやだ、ビリビリあげる。じゃあいきます。いってください。ガツってください。ガツッといきますよ。やだな風船よりこっちの方がやだ。汗かいてきた。いや、それは結構きますからね、気をつけてくださいよ。汗かいてきた。きますよ、せー、感電します、いっぱい、せーの。いやーってえ、すごいでしょ。すっごい、骨まで来た。奥の方に。ずしーんとね。重いの来た。で、ビリビリ経験してもらえてよかったですよ。はい、やったぞ。くそ。やってほしい企画、質問などコメントお待ちしています。やれることは何でもやります。だそうです。俺一人。